Illustration Radio by Tamura-pan. どうも、田村パンです。皆さんいかがお過ごしですか？でね、ちょっと聞いてくれますか？その日は、眠れなかった夜なのか、次の日が早くて起きられないっていう不安から夜遅くまで起きていたのか、ちょっとどっちだったか定かではないんですが、いや実は定かかもしれないでもちょっと定かじゃないんですが、まあなんでその時間だったのかっていうのは本当に定かじゃない。でその時間とは夜中だったんです。夜中といっても12時午前0時とかそういうんじゃなくて午前3時過ぎですよね。でその時間に何をふと思ったか、お皿を洗おうと思ったんです。洗ってなくてその日で、私手洗い派、お皿洗うの結構好きなんですよ。なんかお皿洗うのちょっとさ嫌いな人もいるじゃないですか。でも私結構好きだからお皿洗おうって思ったの、真夜中に突然で洗おうって思って、まあこうゴシゴシ洗ってさ、で泡をこう流すじゃん。で私 よく流す派、泡は結構さ国によってこれ違ったりするの？外国のさ映画とか見てると、なんかズボンってお水につけて、うわっ何なんかななんか音がした、うん怖い、まあそのズボってさお水に一回ズボンって入れて、それでもさ洗い流したみたいな感じにするのもあるじゃない。でも私は結構ちゃんとすすぐ派で、すすいで、まあ危ないかな、もうちょっと詰めるかななんて思いながら、うすうす危ないかななんて感じてたけど、いつもそれをこなせてたの。だいたい危ないかなって思っててもこなせてたのだからその日もすすいだお皿をねこうやって積んでたら、急にズワーンってさ、雪崩のように白いお皿が2枚急にスワーって崩れ落ちてというか滑り落ちて、でバッサーンってすっごい音で砕け散ったわけですよ。2枚同時にシャッシャッバーンって、もうほんと録音したかったってぐらいすっごい音が鳴り響いてさ、家中に真夜中にね、であらって思って、もうさ落ちなんかその状況を見てるときは冷静なわけですよ。結構あらーって思ったけど、その次の瞬間にスイーって気持ちになって、でさお皿とか割れたお皿を金継ぎしてさ直して使ったりとかもしてることあるんですけど、もう全然継げない。そのお皿はなんせさ2枚同じお皿がね、同じ白いお皿が2枚砕け散ったわけですから、もうどっちがどっちの子かもわかんないの。でもすごいショックって思いながらパッて時計見たら、なんと3時33分になったの。怖くないこれ。なんでさ泥目ってわーって思うんだろうね。で3時33分でうわーって思って、まあ片付けるでしょ。で片付けてもうショックだなショックだなって思って、まあそれで終わりなんだけどそしたらさ、なんと新しいね食器を手に入れる機会というか、新しい食器に出会ったので、すっごい綺麗なお皿だなって思ってて、それはなんか出世釜っていうところなのかな。その産地はね、出雲なの。島根県の出雲市。ああ、でも出雲市、
出雲市だって出雲市はさ雲が出るでしょ。で私が割ったお皿は白だったからさ雲が出るんじゃなくて沈んだってことなのかな、割れたってことは。で雲が沈んだから出雲の雲が出るところのお皿を得る機会を、お皿を買う機会を得たってことなのかな。今あのちょっとこう調べ、ネットで調べながら字見てたらそんな気持ちになったんだけど、でなんかそこは出世、なん出世、今ちょっと調べながらもうね、出世釜のブルー、あ、出世ブルーっていうの、本当にね青色がすっごく綺麗で、では素敵だな、これ買おうかなと思って見てて、で、あ、ちなみにこの出雲大社とかがあるとこなんですよね。で私一回だけ行ったことがある。これはあんまり関係ない話ね。それでまあ、そこをのお皿をだから購入しようって思ってこう見ててさ、こう調べてたりしてさ、それで出世ブルーっていうさ、なんか出世出世って言うとなんか出世できるみたいな気持ちになるね。でまあ出世このブルーのお皿を、でもせっかくあそこに白いお皿もなんか売ってるとこだったから、白いお皿も割ったのは白いお皿だから、やっぱ白いお皿も買おうって思って、出世ブルーっていうその青い器とお皿ね、白い器も2枚買って、でなんか他も見てたらなんか他も欲しくなってきちゃって、であれほんと不思議なもので、なんでさ失った分以上のものを得ちゃうんだろうね。なんかすごい今いいことのような感じだったけど、やっぱ失った以上のものを得ようとしちゃうんだね人は。っていうわけで、無事新しいお皿に出会いましたっていう、ちょっと怖い感じの話からいい話。あれなんか器ってタイトルにしちゃったけど、マグカップも買ったので、そのマグカップの絵を描きました。これも出世釜のマグカップで、青くて、あ、白もちょっと混ざってて、ちょうどいいあのマグカップですね。これ使いながら、まあ、日々のいろいろをまたこう繕っていけたらいいなと思っております。というわけで、今日は器というかマグカップでした。それではまた。